モータースポーツの歴史に焦点を当てる老舗レース雑誌、レーシングオンとモータースポーツの今を切り取るオートスポーツウェブがコラボしてお届けするウェブ版。レーシングオンでは記憶に残る数々のナレーシングカー、ドライバーなどを紹介していきます。今回のテーマは、 1997年の全日本 GT 選手権 GT500 クラスを戦った BCNR33 型日産スカイライン GT-R です。1996年全日本 GT 選手権 JGTC の GT500 クラスにおいて 1994年のシリーズ本格スタートから守り続けてきたチャンピオンをついに他社に奪われてしまった日産スカイライン GTR その王座を再び取り戻すべく翌1997年導入から3年目を迎えた BCNR33 型のスカイライン GTRR33GTR には細部にわたるものではあるが改良が施された 1997年モデルの R33GT-R は、エンジンやシャシーなど基本的な部分は前年モデルを踏襲していたが、主に空力面に手が加えられた。2枚翼で3次元タイプのリアウィングを新たに採用したほか、後に異なる形状のものも使用されている、サイドスカートを1枚板のタイプに変更。 これによって、なるべくリアへと空気を流す効果を狙っていた。またエンジンフードにもエアアウトレットが新たに設けられるなど、ドラッグを低減しつつダウンフォースを増やし、さらに熱対策にも気を配ったモディファイが行われた。空力面以外では、エンジンオイルのタンクをミッションケースのベルハウジング内に移し、 フロントヘビーな R33GT-R の重量配分を少しでも改善する工夫も1997年モデルには見られた。このように細部に手が加えられた1997年モデルだが、この年、日産、ニスモは R33GT-R によるルマン24時間レースへの挑戦は終了していたものの、 新たにルマンに向け R390GT1 というオリジナルマシンを開発。この影響もあって、1997年モデルのデビューは仙台ハイランドで開催された第三戦へとずれ込んだ。そして、そのウインでは鈴木アグリとエリック・コマスの F1 経験者コンビが狩るゼクセルスカイラインが、予選2位、決勝2位とまずまずの成績を残したものの、 その後は低迷。この年はライバルのトヨタスープラがシリーズ戦6戦5勝さらにデビューしたばかりのホンダ NSX も速さを見せていたこともありスポーツランドスゴーでの最終戦でゼクセルスカイラインが再び3位表彰台に登壇したが1997年モデルとしては未勝利のままに。 結局、1997年の R33GT-R 勢は鈴鹿サーキットで行われた開幕戦でゼクセルスカイラインが記録した前年モデルでの一勝のみに終わってしまった。2年連続でチャンピオンを逸してしまった R33GT-R。この敗北も気に次年度に向けて、マシンに大改良を施すことになるのだった。